ベニー・ウキーでは、アメリカ合衆国の男性元、アメリカンキックボクシングの選手である。現在は、ウキドカンカを指導する傍ら、俳優としても活躍している。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。父は、バスク系スペイン人でボクシングをしており、母は、インディアンの血を引き、プロレスをしていた。10人兄弟の大家族で、 他の兄弟も何らかの格闘技を修行していたことから、雪井でも幼少の頃からボクシング、レスリング、柔道などを足しなんでいた。特に12歳ぐらいまでは柔道に熱中していた。その後、小東館流から土道にも通い始め、合気道や剣道も習った。寸止めの空手大会で優勝を重ねていくうちに、1974年にハワイで行われた。 ワールドシリーズオブマーシャルアーツ主催の大会で優勝。アメリカンキックボクシングの世界に入っていく。1976年にアニアーノルドとハワード・ハンセンが設立した和歌に参加し、ライト級チャンピオンとして和歌を代表する選手となった。1977年8月に来日。リング上では赤いパンタロンを着用していたことから、リングの赤い蝶、あるいはその、 戦いぶりからベニー・ザ・ジェット・ユキーデという異名で呼ばれた。全日本キックボクシング連盟の各選手と対戦した。ルールはキックボクシングと和歌の接中ルールで行われた。来日最初の試合は8月2日、新日本プロレスのリングでアントニオ・イノキ VS ・ザ・モンスター・マンセンの前座で鈴木克幸と対戦。5R でダウンを奪った後、6ラウンド左フックで、 小勝ちした。直後に、広報宙返りで喜びを表し、監修の声援を浴びていた。同年11月に、日本のキックボクサーと若野の選手が7対7で戦う、格闘技大戦争と銘打たれた工業が行われた。結果は5勝2敗で、日本勢の圧勝だったのだが、雪井では、目白ジムの岡奥二密と対戦。結果は、4R1 分33秒で、 雪での小勝ちであった。1978年4月、ソエの義次門下の内藤武氏に1ラウンドで、飛び後ろ蹴りで門絶こするなど、順調に勝ち進んでいた。大抜き忍との対戦では、柔道技を使い、一旦反則負けとなったが、後にルール不徹底として無効試合となった。また、この期間に、ムエタイのウェルター級であるプラユットシーソンポップとも、対戦。 本馬隊の卓越した首相撲と膝蹴りに対処できなかったことと階級が一つ上だったことが原因で、雪井では判定負けをした。同年9月に帰国。アメリカ国内であちこちの州で試合をしていたが、地元ロサンゼルスでは大抜きと再試合を行い、小勝ちした。1979年10月に再来日。対戦相手は全日本キックボクシング連盟の ライト級チャンピオンの玉木義光だった。結果は判定で、雪イデの勝ちであった。これ以降、日本で試合は組まれなかったが、雪イデは、梶原一期原作の劇が四角いジャングルの中にも登場。主人公の最強のライバルとしての扱いをされ、重要人物として頻繁に登場した。聖書を胸の上に置いた業外で精神統一した後、 試合に臨む姿も描かれている。1993年12月4日、ラスベガスで、制度会館の田上隆久戦を最後に、現役引退し、事務経営と俳優に転向した。第二の好きな国という日本では2006年9月23日に、新規場で俳優の経験を生かし、エンターテイメントを加え格闘技を知らない人でも、楽しめるブライ館を開催し、 かつての雪入れを知らないファンからも大きな支持を得た。攻め方は最もオーソドックスな戦い方であり、真正面から相手に挑んでいく、パンチ、キックすべて、OK というオールラウンドプレイヤーである。オーソドックスな構えから上体を振り、徐々に相手との間合いを詰めていく戦法である。前蹴り、左右のパンチと相手の中に入っていく時の攻撃は、力まず軽く当てながら、 相手の体勢を崩すことにポイントを置く。徐々に前進しながらパンチキックと出し、相手がひるみ体勢が崩れたところを一気に攻め込む攻撃方法である。相手が崩れた時に襲いかかる攻撃はマシンガンが火を吹くようなパンチの連打である。相手に一瞬の間も与えないパワフルな攻撃。相手の反撃などに一切目もくれず集中して打ち込むパンチ攻撃はまさに マシンガンパンチである。雪井でのパンチは国際式ボクシング世界ランカーともグローブを交えているという絶対的な自信の上に気づかれている。雪井でが最も得意としているスピンキックもパンチの攻防に自信を持つ雪井でだからこそより効果的な技となっているのである。接近戦の巧みさもさることながらごくオーソドックスな攻撃方法の中にあって、 変化をもたらすスピンキックが生きていることも見逃せない。このスピンキックは、雪イデが最も得意としている蹴り技であり、その華麗なアクションのアピール度は群を抜いている。日本選手の試合ではなかなか見られない個シーンである。雪イデのスピンキックは回転の速さとバランスも、さることながら、蹴っていく基本の角度がしっかりしている。正確に相手に対して尻を向け。 馬蹴りと自ら呼んでいるように、下から上へちょうど良い角度で蹴り上げる。他の空手家たちが使っている後ろ蹴りと横蹴りの中間的な蹴りではなく、完全に後ろを向いての馬蹴りである。結局、その差はスピンとバランスの正確さから来るものであろう。思い切って、かかとを下から上へ運び、相手のボディへぶち込むスピンキックは、子につながる効果ある武器である。 雪イでは自分に合った戦いを明確に持っている。1R は相手の力量その他、細かい武器のチェックをする。どのような動きをするか、また一つ一つの武器のパワーを調べるのである。2R からは相手の欠点を探しながら、少しずつ攻めていく。ボディーブローを放ちながら、相手のスタミナを奪うことも忘れない。そして徐々に徐々に攻めていき、チャンスとなったら一気に攻めまくり、 そのパワフルな攻撃に加えて華麗な大技を駆使し、素晴らしいファイトを見せるのである。俳優として映画作品にも出演している。スパルタン X でのジャッキー・チェントの決闘は格闘アクションシーンの最高峰の一つと評する声もある。カンフー映画のドキュメンタリー、ストロングエスト、史上最強の映画スターは誰だの中で、ジャッキーは、雪井を、 自分の後継者の有力候補とみなしていることを語っていた。ありがとうございます。